立命館の英語ってそんな難しくなかった記憶あるんですよ。いや、藤川くんよりは取りたいな、でも全然違います。え、違いますか、はい、あ、そうか、あのコメントで言われるわ。藤川よりは今でも勝てると思ってるんですけどね。やべえ、やべえわこいつはやべえぞ。さあ、今回はですね、はい、あ、はい、どうも、あの、立命館大学理工学部5年生の滝山と申します。お願いします。そんな自己紹介な、ブルーベリーブルーベリーやった、今日やった方がいいですか。はい、本名で言ったんですけど、ブルーベリー、またこんにちは、どうもあしたの縄文人です。よろしくお願いします。本名でいいの滝山で、あ、出してるんで、なんか滝山で出してるんで、だって今日でしょ、だって。ああ、はい。それはちょっとあんまり、それはダメだった。ああ、はい。いや、今回なんですけどね、これはあなたが気になってた中山蓮斗や藤川天が座った場所に入れるんだから、はい。おー、ね、そう。あ、そう、ここで撮影してた、そうか、そうか。撮影してたから。え、この席なんですか。そうだよ。別にでも、ファンでもなんでもないから嬉しくもないです。嬉しくないから。ただ別に再生数取れるからやってるだけ。わー、はい。え、立命館の理工だったんだもんね、はい、それで見事にちゃんと就職もできて、結構うまくいったかなと思いますね。なるほど。じゃあそんなあなたに立命館の問題解いてもらいましょう。あ、立命館の問題、ああいや5年前いや、そんなね、学歴をねネタにしてるんだったら、じゃあできんのかお前ってね、はい、あ、でも結構僕立命館の英語ってそんな難しくなかった記憶あるんですよ。今はちょっと分かんないですけど。難しくないです。はい、多分なんかセンターより簡単だった記憶あるんで。ああ、まあ部分的にはそうですね。ワンテンぐらい近かったと思いますよ僕。お、当時は。はい、え、でもなんかセンター利用かなんかで入ったんだっけ。センター利用も一般も受けて、はい、あ、まあそうですね、センター筆記は180取ってるんで、まあちょっと自信ありますね。じゃあやりましょう。まあはい、2022年え、これ変わってないですか、僕らの頃と。5年前変わったかな。優しくなってる、昔より。ちょっと全然記憶ないですけど、はい、前は正誤問題あったら正誤問題なくなったし。これ時間制限とかあるんですか、もしかして。すぐ解いて、頑張って。あ、わかりました。じゃあ文法やりましょう。文法どれくらい解けるのかっていうのはですね、はい、理工全学部の問題です。いやー、いけるかな。まあ、でも解いてるわけですかね、僕。そうそうそう。じゃあこれからですね。はい。オーク、アベニュー、読んでもいいんですか、これ。あ、もう全然ステーション、イズ、サブウェイ、グリーン、あー、これは地下鉄だったか、サブウェイって。何だったかな。下にあるってことです。中にあるってことか。多分ここじゃないかな。もうだってね、いきなり動画回していきなり問題解かされる。They had wanted the show snow show too much. Wanted. あ、これ関係ないめ。あ、関係ないみたいな。現在完了とかでしたっけ。いや、マジで何もわかんねえな。まあ、C がでもちゃうな、多分。C に They had wanted と。いや、藤川くんよりは取りたいな、でも。今の状態でも勝てる気がするんですけど、コンピューティング、コンピューティングって争うとかやったらいいんですか。 In the Olympics, my dream and 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 いいですね。アメリアティアと大違いでバンバン喋るね。いや、喋った方が多分ね。そうそうそう、動画的にはね。そう。まあ、飛ばせなくなるけど。やっぱこれ、プアーがまずわからん。プアー、貧乏ってことか。多分。え、プアーやから。いやー、どっちや。伝えてない。いず、あ、いやー、なんか、ノーティー、いやー、ノーティー、かな。ちょ、最近、お、はい、行きましょう。よし、はい。ちょっと字汚いですけど。すごい。NBA のスターたち、カイル・クーズマと会ってきた後に、マジで受験業界のクズと。クズです。はい。全然クズです。あれ、こんな難かったですかね。いや、これ、むずくないよ。迷うのはあるかなと思うけど。最初行きましょう。はい。オークアベニューステーションです。なんとかで、サブウェイズグリーンラインですね。なんとかライン。ラインと相性のいい電池知らないですか？いや、なんかラインっていうか、僕もサブウェイがなんか地下鉄って意味な気がしたんで、このオークアベニューステーションってのがあって、その地下にこのグリーンラインがありますよって意味だから、なんかいいんかなと思ったんですよ。逆じゃね。そしたらラインの中にオークステーションがあるんですよ。あ、じゃあオンですか？オンです。はい。あ、そうか。上にあるってことですね、地下です。え、だってインターネットでオンラインって言うでしょ？ラインとか、そういうことですか？オンなんですよ。ああ、なるほど。オン何々なんですね。それは、電車でも電車でも、むしろ、だってそっちの方が先だから。インターネットより。オンラインってそういう。インターネットよりも。はい。じゃまず一問、オンライン。あらららららら、ちょっと、はい、藤川が一歩近づきました。
藤川には今でも勝てると思ってるんですけどね。B. They had wanted なんとか the shore so much ですね。二番 sing。はい。全然違います。え、違いますか。なんで？なんで ing なの？これはもうあのなんとなくですね。ちょっともう一個じゃあ三択にしても選んでもいいですか？一回。They had wanted the shore so much だから。はい。そのショーをめちゃくちゃ見たかったってことですよね。はい。ってことはずっと見たかったってことだから、彼以外が 2C ですか？ 2C です。ああ。ずっと見たかったとか関係ないですね。これわざわざ過去完了にしてややこしくしてるだけで、はい。俺が had 消しちゃってください。wanted だと超簡単じゃないですか。ああ。had 消したら。wanted だったらそうですね。で wanted to see the show so much 超簡単じゃん。うんうん。だから want ing ってまあ習いますけど普通は使わない表現ですね。なんとかされ。る必要があるとかって、ね、なるほどね。使わないし、その場合は目的をかけてなきゃいけないしとかって分かんないね、うんうん、はい、そのコメントで言われるわ。そのショーを見たかった。これ間違っちゃったか。 Competing in the Olympics なんとか my dream until I got injured in high school。 さあ、まあこれもちょっといやらしい問題ではあるなと思ったんですが、答えは3番です。ああ、よかったよかった、まあでもなんかまぐれな気がしますけどね。なんで追わずにしたんですか。彼が怪我するまで夢でしたって、オリンピックに出ることというか競争、うん、競争でしたっけ、コンピューティングって。はい。で、これ夢だったってことなんで、なんか過去の夢ってことね、まわずなのかなって夢だったり、単数形なんでね。そうですね。コンピューティングが主語だからね。うん。同名詞が主語だから。だからこのオリンピックスって S がついてるから、和選ばせようとしてるんですよ、これ。ああ。らしいものですね。なるほど。オリンピックにはオリンピックスと S がつきますね。確かに確かに。だと S 忘れないで、The Olympics か The Olympic Games。っていう風になりますので、はい、お忘れなく。だから had been だったら had been が正解になるんですよ。で had been いないで、うん、has been にしてるとかっていうのもやらしい、うん、引っ掛ける気満々です。はい、次です。 She went on a tour of Europe なんとか was something she had always wanted to do。 ここで wanted to あるの。はい、さあどれでしょう。ってことに where 最悪、はい、え、ね、あー場所なんでなんか where。 あーもう叩かれる。めちゃめちゃ基礎問題立命感が楽よ。いやまあ立命感なんでね。楽よ。ちょっとカンカン通りだよ。いやだってさ、いやいや、ワズだぜ、ここ後ろに、はい、ワズ、あ、ウィッチですか。そうですよ、関係代名詞必要ですよ、主語になる。ウェアってなんかウィッチにもできたんですよね。いやできたん、あのインウィッチとかね、ああいうやつね。はいはい、そういうやつ、主語になれるウィッチが必要ですね。だからよく、後ろ主語が欠けてる、だからウィッチとかってカマついてる場合はだとダメよとかっていうやつですね。まあ特定の今のところ確率通りですね、4分の1なんで。だからもう同じだよ、富士川って、うん、以下のレベルじゃない、うん、これ、うん、はい、ヨーロッパに行ったと。で、ヨーロッパのツアーに行って、あ、Go on a tour ですね、ヨーロッパのツアーに。で、そこがウィッチが差し込むね。うん、いつもしたかったものだよと。 She had always wanted to したかったものですよ。まあ、正直解説聞いても何言ってるか分かんないですね。やばいよ、やばいやばい。うんって言ってるけど、じゃあてんちゃんよりできないじゃん、そしたら。まあ彼は英語専攻なんでね。Ask to work on Sunday set the principal。 ちょっとこの辺ね、後ろ set the principal って邪魔なもの入ってますけど、さあこれも全く分かんなかったですね。No teacher will be asked to work on Sunday。 全く分かんなかったけど合ってます。おお、じゃあこれも完全なまぐれですね。まぐれ、正直、はい、はい、意味としては合ってますか。なんか原則的に日曜日は働いちゃダメっていうことで、先生は働いちゃダメじゃなくて ask だから、 ask 人 to do だから、うんうん、うん、頼まれることはないですね。あ、お願いされることはないよ。日曜日に来るって言われ、来いよって言われることはないってことですね、うん、そうそう、よかったよかった。これはマグレですね。で、プリンシパルっていうのは校長先生ですね。あれ原則とかじゃなかったですか。それスペルが違うね、プリンシパル。同じ発音ですけど PLE です。いやもう、もう一緒やん。だって生徒と喋ってんだもん。だってこの人が言ったって書いてあるんです。あ、原則的に言われているみたいな感じなのかなっていう。勝手に作らないで、そんなの。エニーの後ろにノットとか置いちゃいけない。これどっかの動画で俺扱ってるかもしれないな、この問題な。エニーとノットはダメなんですか。いや、エニーが先にいちゃいけない。あ、ノットエニーは OK なんですか。そう、ノットが前にいるのは OK だけど、エニーをノットの前に置いちゃいけない。否定語の前に置いちゃいけない。次、Who なんとかTo vote for。 はい、これいい問題ですね。これは引っかかる人も多い。これはちょっとマジで分かんなかった。誰に投票するつもりですかみたいな感じですよね、はい、多分。そうです、そうです。言ってますよ、それで。まあ、うん、まあ3かなっていう。うん、あー、そう、え、これはじゃあ、そうですね、1ですか。ダメです。Who are plans とかってやばいじゃん。誰がプランですか。あ、じゃあ、4ですかね。2番ですね。全部外した。全部外しました。マジわかんねえ。だから、もし4のプランを置いちゃったらですね、うん、Who plan to vote for って言ったら4の後ろがないので、うん、Who が主語になって、Who plan と誰がプランしましたか、うん、Who に投票することを、うんうんがなくなっちゃうので、多分その4の後ろ何もないのでダメ。
分かってないでしょ。うん、なんとなく意味は分かるんですけど、やっぱ、うん、で2番を置いとけば they が出てくるので主語が出てくるんですよ。つまりこの who が主語じゃなくなる。でこの for の目的語は who、うん、彼が誰に投票するか。多分ある程度偏差値ないと分かんないですねこれ。だって立命館だもん。いやカンカン同率だもん。そりゃね、ニットコマ先輩は全然難しい。いや多分もっと下だと思いますよ。そんなことないですね。はい、マーチまではいかないってよく言われるけど、うん、まあ、やっぱニットコマ先より難しい問題が多いですね。引っ掛けようとします。だからこれも引っ掛かる人多いですね。ゼイ、はい、が主語になって風はこんな難しかったかな。いやいやこんなの総計の人たちからするとめっちゃきそう。だから僕らからしたらもう全然むずいんで。立命館長文も簡単です。長文はめっちゃなんか簡単だった記憶あるんですよ。こんなわからんかったなって今。ベリーなんとか本はね started pouring ね、答えは1、正解です。おー、I had a rhyme。 さあなぜでしょう、ベリーなぜでしょう、When it started って、彼めっちゃ貧乏になり始めてから家に帰らなくなったって意味でまずあってます。やべえ、やべえよこいつは。やべえぞ、たまたまってた、やべえぞ。だからプアーってだから、ま、貧乏じゃないですか。プアーだよ、注ぐでしょ。だから雨がバーッと降ることを言うんです、ね、なるほど。めっちゃ雨降り出しちゃって意味。プアーってプアーじゃない、プアーだから。これスペルなんでどうでしたっけ。あ、P-O-O-R。あー、いやもうなんか全く覚えてなかったんで、貧乏になり始めてからあの家に帰ってないって意味だったとか、ベアリーがほとんどって意味だった。そうそうそう、ベアリーが否定語だから統治が起こるっていうので Had I arrived っていう疑問文の語順になってるでしょっていう問題です。まあこれ問題がまだですね。家着いたらすぐにこうバーッと雨が降り出した。 There is なんとか What he will do。 いやこれ待って、直していいですか。まだ聞いてない答え1ですね。これ多分1です。3じゃん。もうダメです。あ、もうダメですか。3だと思ったけど多分1です。1です。はい、 There is no ing何々。なんかそうそうそう、今思い出しました。ポッと見て。So there's no telling what he will do。 彼が何するかは分かりません。あ、全部引っ掛けようとしてるところがいっぱいあるんですけど、一応来そうですね、うん。いやこれじゃあ落ちますね多分。3問正解。多分3問も多分ちゃんと分かった問題は一つもなかったですね。そうですね、うん、なんかもう悲しい。八村選手をここで見てた自分が、うん、この結果を見て。まあでもこれ逆にでちょっと言いたいですけど、立命館の映画は僕受けてるわけですよ、うん、はい、だけどこうなってるってことは、まあ多分俺現役の時から成績落ちてると思うんですね、うん、なんで僕が悪いってよりかはその立命館の英語のシステムが悪いんじゃないかなって思います。あ、落ちちゃうからってこと。大学内のだって実際上げるっていう体でやってるわけじゃないですか。で内定取り消し。しっかり履修して多分落ちてると思うんですよ、はいはい、これじゃ落ちてるから、うん、受験に、ね、そうね。僕は悪くない。みんな多分そうなると思いますよ。多分5年経ったらどうなんかなということでした。明日の縄文人。あ、はい、ありがとうございます。結果でございましたんで、明日は我が身だと思ってください。ということでした。はい、はい、じゃあ受験生の皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 こんなできんもんかよ。